じゃあラスト CM ですね。さて時刻は5時30分を回っております。金曜サザンブリーズ、本日はトロピカルビーチより生放送でお届けしております。はい、さて先ほどは新里さんにゲストに来ていただいたんですが、はい、実は急遽この場でですねあのゲストさんの出演が決まりまして、はい、お越しいただきました。はい、はい、早速自己紹介をお願いします。あ、こんにちは。ギノア FM を聞いている皆様、ダンスホールをやっておりますフレーバースクワットって言いますのシンですね。よろしくお願いします。すいません急遽よろしくお願いします。はい、どのような、はい、どのようなイベントのご紹介なんですか。そうですね、自分たちが6月9日にやりますギノワ市前原で南国の夜っていう場所でですねやらせてもらいます。アップトップサタデーっていう6月9日ですね、土曜日ですにやらせてもらいます。でミュージックバイフレーバースクワットメトロバンクシンプソン・デューマですね。こちらはもうみんなギノワにゆかりがある人たちで遊ぶっていう感じのパーティーなんで、はい、ぜひ、あ、で宣伝できましたっていう感じですね。ありがとうございます。はい、もうよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。急遽、いやもうビーチなんで、はい、もうまさにこういうダンスホールとかが好きな皆さん揃っていると思いますので、はい、他に何かアピールポイントとか。アピールポイントですか。はい、そうですね、ギノワ市に住んでる方ですね、うん、が入場料500円オフとですね、このあんまりないジャマイカのでよく飲まれてるラムがあるんですけども、はい、それもちょっとボトル売りとかして、はい、そういうパーティーな雰囲気ですね、で遊んでるんでぜひ遊びに来てくださいっていう感じです。あ、すごい素敵ですね。ありがとうございます。面白そうですね、はい、もしよかったら遊びに来てください。うもう皆さんぜひぜひ宜野湾市にお住まいの方、はい、はい、500円オフってすごいですね。大きいです。そうですね、もともとの金額がは1000円です。ですよね、半額ですね。半額です。でそして女の子は女性は1時までに入ってくれると無料なんで、はい、あ、そうなんですか。はい、すごい、ちょっとよろしくお願いします。はい、女の子いっぱいいるので行こうかな。はい、女の子いっぱいいるんでやろうとは濃い感じですね。という感じで皆さんねぜひ遊びに来ていただきたいと思いますよ。はい、そしてですね、実はゲストさんに早速コメントが来てまして、はい、大塚健二さんというリスナーの方から、はい、ゲストさん、はい、出川のてっちゃんとは親戚ですか、少しテイストあるかと思ったもんでって。いや全然親戚だったら嬉しいぐらいですね。リスペクトしてるんで尊敬してるんで、あの人は嬉しいぐらいです。はい、今一番人気の芸人さんらしいです。あ、そうなんですか。はい、昔は抱かれたくない男ナンバーワンでしたけど、はい、ね、今は10代から一番モテる芸人さんナンバーワンらしいです。超ラッキーですね。超ラッキーですね。僕ラッキーです。ありがとうございます、コメントくれたから。あの、はい、出川の沖縄の出川哲郎ということで、そんな、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、今日のこのイベントなんですけど、ダンスホールっていうのは一体どんな曲のジャンルになります？そうですね、みんなが分かりやすいので言ったら本当にそれこそショーン・ポールだったり、はい、TOK だったりとかですね、はい、まあテンポが速いなんていうんですかね、黒人のレゲエっていう音楽の発展した音楽って考えてもらえればいいと思います。レゲエもかかりますね、ダンスホールのイベントは基本的に。初期のフローライダーとかもは、あ、まあ近いですよね。あ、まあそうですね、まあ、ちょっとあっちは向こうまた進んだりとかしますけど、そうヒップホップとはまた違う感じのやつですね、はい、結構このダンスホールっていうジャンルが日本では、はい、本土の方よりも沖縄がすごい熱いジャンルになってくると思うんで、はい、まあ、沖縄にお住まいの皆さん絶対興味あると思いますので、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいなと。はい、ぜひぜひ遊びに来てください、はい、ということで、はいはい、ゲストシンさんに本日はお越しいただいていただきました、告知をしていただきました、はいはい、ちなみになんですけど、はい、今日トークテーマが、はい、アウトドア。アウトドア、はい、僕無縁ですね。そうなんですか。そうなんですか。
ですか。あ、そんなにそこまでアウトドアどういうことですか、すみません。いや、一応アウトドアといえば外で遊ぶってことなので、はい、まあ、さっき言った川遊びだったり海遊びだったり、はい、そういうのも含まれるかなと思うんですけど、はい、何か自分こういうことやってますよとかっていうのは特には。僕はないんですけど、僕の友達はやってるんで、はい、トロピカルビーチで、トロピカルビーチ で、はい、ライフセーバー皆様やられてるんで、はい、あ、ぜひ。そうなんですね。そういう感じですね、僕のアウトドアな友達は。アウトドアな友達がアウトドアという、はい、そうですね、僕は全然じゃないです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。こんな急な無茶ぶりに答えていただいて、本当に、はい、ぜひまた FM ギノワンにもお越しいただいて、どんどん告知をしていただければ、はい、と思いますので、はい、他にもいっぱい番組ありますので、はいはい、そういったところにも告知出せると思いますのでね、はい、ぜひゲストであれば、はい、お越しいただきたいなと思いますので、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ではここで一度一曲挟みましょうかね。はい、はい、ということで、フローライダーのローという曲をお届けしたいと思います、はい、ではどうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。5分6分ぐらい喋らせてもらいました。それこそ地域の情報コミュニティ番組なんです。この番組が素晴らしいですね。大歓迎なので、はい、素晴らしいと思います。また何かあれば告知させて、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ぜひ、はい、毎日一応こっちで今やってるんですよ。あ、そうなんですか。夕方、はい、なので月から木の間でもどんどん、あ、すげえ来ていただける。金曜日だけのパーソナリティなんですけど、はいはい、普段はまた東さんという方がメインでずっと帯でやってるんですけど、はい、技能 の、 番組、いろいろ情報番組もあるので、はい、またゲストとかでという話の時にはぜひ局の方に電話いただければ、はい、いろいろ紹介ができると思います。わかりました、ありがとうございます、はい、すいません、僕ちょっと名刺持ってます。はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わざわざありがとうございました、はい、ありがとうございます。失礼します。今日はいい感じですね。今日いいですねこのコンビにしては初のゲストなのに一気に初のゲストで2人はすごいですよね、はい、急遽対応という、こんな感じでどんどんビーチにいる人も来てもらったら楽しいですね。一気になんか真ん中がポカッとした感じが寄ります。あ、でも見えなくなるか、大丈夫。画面ちょっと心こっちにした。じゃあツイキャスの拾いをちょっと、はい、そうですね、やっていきましょうか。次は、はい、まずは今日はなかなか身の詰まった。どうしよう、 CM まで今、あ、一旦終わったら、はい、曲が終わったら紹介して、はい、が CM 行ってでツイキャス、ツイキャス拾いがいいかもしれないですね、うん、もうエンディングまで、はい、あ、そうですね、それでいきます。じゃあアウトドアに関するシュプリームさんからのコメントもあるので、はい、お願いいたします。なんか東さんとか結構このビーチで急遽誰か呼んでとかいうのを結構やってるみたいで、どうやってやってたんだろうっていつも思ってたら、まさか向こうから来るとは。そうそうそう。いや、一応さっき自分も出た時に声かけられて、これ入れていいんですかって言われた、はい、あ、もうぜひぜひって思って、だからゲストさんがいても一応こうやって急遽帰ることもできるんでって話して、うん、それでだから声かけてくれたんです。ああ、なるほど。いいですね。いいですね。楽しいです、ね。ツイキャスご覧の皆さんもびっくりでしょうね。はい、うん、何が起きたかみたいな。全然段取り外のことが起きてはいるんですけど、うん、今日すごいですね。今日いいですね。眩しいし、この眩しさがまた、
はい、では FM ギノワンからのお知らせを、お伝えしたいと思います。はい、はい、ギノワン社会福祉協議会からのお知らせです。第1回牧師中学校区、協議会、タウンミーティングが5月27日日曜日に行われます。人と人がつながり支え合う地域づくりを目指し、皆さんとざっくばらんに意見交換を行いながらネットワークを広げ、地域活性化を進める場になります。益城中学校区エリアにお住まいの、もしくは働いている皆様、楽しく交流しながら地域づくりについて一緒に考えていきませんか、ということでこちらのですね、お知らせになりますね。はい、日時の方が5月27日日曜日、午後6時から場所は大山公民館で行います。もちろん益城中学校区エリア外の方の参加も大歓迎しております。興味がある方は気軽に参加してくださいということですね。詳しくは、宜野湾社協まで、電話 098-892-6525 ということで、はいはい、お知らせがあります。これ結構楽しいっていう話を聞きました。あ、そうなんですね。はい、じゃあ興味のある皆さん、ぜひぜひ、ぜひぜひ参加していただきたいと思いますね。はい、はい、そして次はですね、宜野湾市国際交流協会主催のですね、はい、語学講座、受講生募集のお知らせです。はい、で初級英会話が、6月12日から8月14日、毎週火曜日全10回の定員30名となっております。はい、はい、そして初級中国語講座の方がですね、6月14日から8月16日、毎週木曜日、全10回の定員30名となっております。そして上級英語講座、こちらがですね、はい、6月13日から8月15日までの毎週水曜日、全10回の定員30名となっておりまして、受講料がですね、はい、会員ですね、この宜野湾市交流、国際交流協会の会員の皆様であれば5000円、で非会員の皆さんはちょっとお高くはなるんですけど7500円で受けれるということで、はい、ぜひぜひ英会話中国語講座、はい、学びたいなという皆さんはぜひこちらの方にですねお問い合わせいただきたいと思います。お問い合わせ先ですが、宜野湾市国際交流協会事務局、893-4119、はい、もう一度いきます。宜野湾市国際交流協会事務局、電話の方が893-4119、内線番号の方が421もしくは423ですね。はい、で担当がですね、里村さんと上原さんという方がいらっしゃいますので、こちらの方にね、はい、ぜひお電話いただきたいと思います。で場所の方が、宜野湾市、男女共同参画支援センターの福福で、この講義を行う予定になっております。はい、時間が19時から21時ということで、はい、皆さんこの時間にね、時間の取れる皆さんはぜひ受けていただきたいなと思います。お待ちしております。はい、そしてですね、あと一つ、はい、この琉球アスティーダさん、皆さん T リーグというものはご存知でしょうか。これ最近知ったんですけど、はい、卓球なんですよね。そうです、今年からですね、はい、あの卓球のリーグが、はい、全国リーグが始まります。その中でも実は沖縄にですね、はい、プロスポーツとして、はい、また1チーム新しいチームができまして、はい、それがですね、琉球アスティーダ。そうなんですよね、はい、平成30年度、前期卓球リーグのホームマッチを開催します。こちらがですね、日時が5月29日火曜日、会場が17時、試合開始が19時、場所がですね、宜野湾市立体育館、対戦相手がシチズン時計。こちらですね、日本リーグ試合のため、はい、なんと入場無料でございます。入場無料、はい、おただし駐車場には限りがありますので、はい、皆さんぜひあの乗り合いのもととか、あと公共交通機関でのご来場をご協力したいと思います。混み合って試合見れないとかだったらもう元も子もないですから、ね、はい、プロスポーツですので、はい、ぜひぜひですね、皆さんあの学生さんとかね、あの卓球をされている皆さん、この機会に、はい、本当にこの卓球の方、はい、プロの試合を観戦いただきたいと思います、はい、無料ですから ね、ぜひ無料ということもあるので、はい、いいチャンスじゃないでしょうかね。そうなんです、私も見たいんですけど間に合うかどうか。ああ、なるほどですね、はい、まあ、確かにね、まあ、お時間等もありますしね。そうなんです、はい、火曜日ですからね、ぜひ平日です、行ける方行ってください、はい、ということで以上、はい、
FM ギノワンからのお知らせでした。では一旦ですねちょっと CM の方に参りたいと思います。はい、お願いします。じゃあツイキャスをたくさん、はい、どこからまあ拾える限り拾える限りお願いいたします。今日下から全然行ってないですもんね。すごい今日はなんか今日はこの通る方もたくさんいますね。はい、ラジオ局ね、はい、出張スタジオでラジオ放送してるんですよ。 FM ギノワンって言ってシャリマンの向かい側にある放送局なんですけど。シャリマン、はい、あ、記事のね、はい、ちょっと今放送してる途中で、あ、ごめんごめん、邪魔しごめん、全然遊びに来ていただいて、ごめん、はい、CM なのでで、メイちゃんの、あ、メールもあるんですよね、そっか、そうそうそう、メールからちょっと紹介しましょうね、はい、お願いします。で、あ、ギャランティスのトゥルーフィーリングも入ってるな。エンディングでメイちゃんの、あるんですか、リクエスト。今日はちょっと自分の持ってる機材から流せるようにしてるんで、大丈夫です。はい、あと一つ CM があるんで、はい、これが終わったら、うん、恋するかっちゃんさんも来ましたね、こんにちは。シュプリームさん、アスティーだって明日の太陽なんですか。そうですね、へえ、どういう意味、なんかティーダはあれ思ってて、そっかそっか、はい、時刻はですね午後5時46分47分を回ったところですね。はい、はい、ここでメールが来ておりますのでご紹介したいと思います。はい、メールの方はですね、はい、進撃のめいちゃんから、はい、はい、リクエスト、ギャランティス、トゥルーフィーリング、ピットブル、セレロブラセレロブラート嫁アイコニック、イコナポップ、オールナイト、はい、でアッシャーの DJ Got Use Feeling in Love Featuring Pitbull ということで、はい、マナミンとキャンさん、はい、生放送お疲れ様でございます。はい、こんにちは、めいちゃんでございます。金曜日なのに笑、仕事です泣き、しかし明日はお仕事お休みなのでちょっと嬉しいです。いいですね、はい、今日はリクエストだけになりますがよろしくお願いします、では後ほど聞かせていただきますねということで、録音して聞いていただいているようですので、はい、今お仕事中ですかね、ということは、はい、おそらくムービングウェーブも録音になるんですかね、録音ですかねいや一番悔しがってるだろうな。いや今日のムービングウェーブもだいぶ綺麗に、はい、いい感じに仕上がりそうですからね、はい、なりそうですけど、はい、ということで、はい、こちらですね、はい、リクエストいただいた曲の中から今日はエンディング使用したいと思っておりますので、はい、何が使われるのか、はい、お楽しみください。お楽しみにお待ちしましょう。はい、ではツイキャスの方行きましょうか、はい、そうですね、もうエンディングまで、はい、もうツイキャス今日最初から全然ね触れていなかったので、まずエコザイルさん、そしてシュプリームさん、大塚健二さん、こんにちは、たくさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、で大塚健二さんから、埼玉からツイキャスで見ています、こちらは晴れ28度暑いですということで、晴れ28度、まあ確かに関東で28度、まあ、暑いんでしょうか、暑いでしょうね、コンクリート、そう、あー、ジャングル、違う暑さがありますよね、はい、うん、そしてね、シュプリームさんと大塚健二さんの間で、はい、マナミンの貸し出しがビーチでありますよっていう話があったので、はい、ありません、もう少し強めに否定しましょう、はい、はい、いい、もう少し強めに、はい、ありません、そんなに軽い女じゃないのよ私はと、そうなんです安い女じゃないのよ、はい、とで、キャンさんの貸し出しはマカロン何個分ですかという質問も来ました。マカロンでは貸し出しできません
マカロンでは貸し出しできません、はい、お高いですよお高いですよ、私もお高いです。僕は貸し出ししておりますキャンさん貸し出し可能です、はい、ということでどうぞあの募集しております、はい、そしてあのシュプリームさんから、はい、このアウトドアテーマに関してのコメントが来ております。ありがとうございます、はい、武闘派で気分屋の嫁の機嫌が悪いのは日常茶飯事ですが、はい、ある日いつも以上に機嫌が悪く、僕が発した一言が火に油を注ぎ、はい、僕のカバンを玄関から投げ出され、はい、慌ててそれを取りに出た瞬間に玄関が閉められ、なんと一晩リアルなアウトドアをしましたこれもアウトドアですかこれはマル塾とか言って言うんじゃないですかね、はい、でもまあ違った意味で、はい、まあ、新しいアウトドアでしょうか、新しいアウトドア、キャンプのような野宿、はい、お疲れ様です、はい、奥さんに優しくしてあげてください、はい、そして恋するかっちゃんさんからも来てますね、キャン君、まなみん、こんちーすということで、こんちーす、はい、でこの先ほど話したあの琉球アスティーダさんのことで、はいはい、シュプリームさんから明日の太陽アスティーダということで来てますが、はい、私今知りましたこれですね、確か、はい、あの東さんの放送の時に、あーなるほど、説明されてたと思います、それは聞けなかったんですよねまあ自分も、はい、多分まあ、いて聞いてたと思うんですけど、確かその時ミキサーされてたんじゃないですかね、あかもしれないです、はい、なるほど、へー、ますますなんかあれですね、ちょっと気になるチームというか、はい、沖縄のプロチームっていうのがなんかまたいいですよね。そうですね、このもう本当に僕たちが学生の頃って、はい、FC 琉球とかしかなかったんですけど、はい、サッカーのチームしかなかったんですけど、うん、今や今や琉球コラソンやらコラソンやらキングスやら、そしてアスティーダです、アスティーダ、うん、プロチームがいっぱいありますよ、はい、皆さんワクワクですね、県民の皆さん、はい、もうみんな応援しましょう。そうですよ、プロスポーツですよ、うん、しかも沖縄代表というか、はい、沖縄代表のこれはね、どんどんスポーツ文化ね、はい、沖縄に作っていくためには応援が必要ですので、はい、皆さんぜひぜひですね、熱い応援を、熱い応援をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、そしてじゃあアウトドアのお話に行きましょうか。はい、はい、あの私もさっきあの野宿の話で思い出したんですけど、はい、あの小さい時学童に通っていたので割とこういうキャンプとかが多かったんですけど、ダンボールキャンプっていうのをやって、はい、この学童の横にある広場でダンボールで自分たちで家を作ってそこに一晩寝るっていうのをやったことあるんですよ、はい、あれもなかなか楽しかったです。サバイバルな感じもまあありつつ、ダンボールキャンプ、ダンボールキャンプ、これはちょっと楽しそうですね。あれ結構楽しいですよ。ただ虫に刺されて大変なんですけど、あまあ虫はつきものですからね、はい、キャンプに、はい、でまあ結構天気も恵まれてたので、はい、雨とか降らずに、うん、むしろ暑いくらいで、確かに、はい、で思い思いのこのグループごとに段ボールでどういう家を作りたいかみたいなのをまず書くところから始まるんですけど、はい、楽しいですよ。意外と段ボールって頑丈なんで、はいはい、形を作る分には全然問題ないですよね。そうですよね、うん、そこはもう本当に発想次第で、はい、なんか快適な空間が作れるんでしょうね、はい、いろんなのができましたよ。ただちょっと作り方によっては潰れてしまったりとか、はい、あるのでちょっと注意が必要なんですけど、まあ、ちゃんと柱を作ってあげたりとかね、はい、うん、ちゃんと支える部分を作らないととかありますけども、はい、うん、これをプロがやったらまた面白そうですよね。建築のプロみたいな人が。そうですね、意外と建築のプロがやるとすごいことになるみたいですね、はい、そうなんですか。結局段ボールって紙ではありますけど、はい、頑丈じゃないですか。はい、頑丈。あれ本当に組み方次第でもう2階建てまでやったりとか、え、できるんですか。できると思います。へー、ちゃんとこの分、まあ、力を分散するような設計をすれば、はい、おー楽しそうですね。例えば階段の下にですよ、はい、この丸く作った柱を同じ高さで全部揃えて敷き詰めて置いておけば、はい、上に敷くだけで体重分散するんで、はい、全部これで上がれるとかですね。わあ、すごい。いろいろ使い道はあると思います。やっていただきたい
まあ、想像はできるんですが、はい、僕は時間がないのでやりません、はいはい、ということで、はい、お送りしてきましたこのサザンブリーズ、 そうですね、そろそろもうあっという間にエンディングのお時間に近づいてまいりまして、最後ですね、はい、進撃のめいちゃんさんから、はい、リクエストがありましたので、はい、お聞いてみましょう。こちらがですね、まあ、エンディングで使いたいんですけど、はい、こちらの曲、ギャランティスでトゥルーフィーリング、ちょっとしばらく聞いてからまた後半トークしましょうかね、はい、そうですね、はい、ではお聞きください。はい、あと1分くらいですよね。1分くらいですね、うん、この後の番組紹介してって感じですね、はい、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、暑いですね。はい、じゃあ最後お別れしましょうかね皆さんこの後のムービングウェブもぜひ聞いてくださいはい、じゃあラスト30秒です。今マイク入れましたね。はい、さあお届けしてきましたサザンブリーズ、はい、この後終了となりますが、はいはい、この後6時からはムービングウェーブという音楽番組をお届けします。引き続きトロピカルビーチからの放送です。そうですね、はい、この素敵な夕日ともと、はい、素敵な洋楽をお届けしますので皆さんぜひ聞いてください、はい、ではお届けしたのは私キャント、マナミンでした。さよなら。お疲れ様です。眩しい、結構眩しかった。お疲れ様です。お疲れ様です。